ということで、どうも究極秘伝書泥棒こと岩のゲーセンでございます。はい、ということで、何があったのかと、なんでわざわざ交換トレードして進化させたというと、僕持ってなかったんですよね、シュートの究極秘伝書で。取りに行くのめんどくさいなと思いまして、この前の少し前にあった中古ロムの開封動画でね、開封動画のデータに究極秘伝書のシュートが2枚もあったんで、いや2万なら1枚くらいいっかなと思いまして使わせてもらいました。はい、ということで今回使っていくキャラクター、この選手とミカでございます。知ってる方は知ってるんじゃないかな、この選手。確か稲妻イレブンギャラクシーで一番キックが高くなる選手でございます。見て驚け、みんな、こいつのキックマジでバカなんで、本当に574、バカだろ本当に本当に脳筋じゃね。これミキシマックス、レツヤとミキシマックスしてのこの数値なんで、本当はあと30ぐらい下がるかな、ミキシマックスしてなかったら。540ぐらいなんですけど、ミキシマックスして574まで上げました。はい、で今回こいつミカは、そのなんかいろいろ調べたところ、なんか超技、消しの超技とかじゃなくて、なんかシュートチェインの選手にするといいということでね、エボリューションを無限、これ5無限どっちだにしてまいりました。これをね、この GX にするのにね、ほんと時間かかったね、めんどくさかったです。はい、で今回ね、やっと育てきったこのミカをね使っていきたいと思います。このレツヤ、ミキシマックスのレツヤも相当なキック力持ってんだよね、こいつ。こいつも割と相当なんだよね、レベル51でキック407だからね。ああ、もうダメだねこの人たちは、本当にもう蹴ってりゃいいと思ってるから、サッカー蹴りゃどうにか、もうシュート蹴りゃどうにかなると思ってますから、本当にその通りでございます、稲妻イレブンは。ということで早速やっていきましょう。さあ、ということで今回ここパーフェクトカスケード戦っていきたいと思います。ハイパーダイブモード起動、ハイパーダイブモード起動、なんとか起動、あ、ゲートオープン開放が今頭よぎりましたね、バトルスピリッツ。ということで戦っていきましょう。さあ、ということでアースイレブン VS パーフェクトカスケード、相手は坂巻がいるね。こっちの黒木さんも負けてないよ、顔面の圧で。ということで今回こんなフォーメーションでございます。ユニフォームは確か KFC だっけな、のウェアを使っております。でフォワードミカちゃん、このベータ白龍マコちゃんで、まあマコちゃんとベータでロングシュート打ちつつ、白龍で接近してシュートで、ミカちゃんでシュートチェーン、まあシュートチェーンを今回主に使っていきたいと思うので、ワントップにしております。ってことでパーフェクトカス、すげえな、334、それ逆じゃね、フォーメーション。なんだこれ、334じゃなくて352だったわ。はぁ、パーフェクト、なるほどね。あー強いね、なかなか。なるほど。で、あ、レイルク、キックとドリブルそんな高いの、何その二刀流。なるほどね。で、あ、ラウセロ317、確か誰だっけ、セイが確かね、こいつキャッチ高くなるんだよな、ゴーツーで。セイ結構使ってたような気がします。で、オプティカルファイバーの威力40アップさせるが TTP5 ダウンしてしまうと。エルドラドの研究者で東堂の旧友、パーフェクトカツケイドの監督である。東堂友達いたんだな、俺よりいいじゃん、俺友達いねえからよ。ということで早速やっていきたいと思います、やっていこう。で今回本当にさっきから言ってるようにシュートチェインがメインなんで、この誰だっけ、マコちゃんじゃないですね、名前を忘れてしまった、この子の名前をド忘れしてしまった、本当に必殺技ド忘れ、必殺技使っていきます。ってことで、まあ一応封じの前使っていこう。あ、マジ負けた。パーフェクトカスケードの選手ってみんなベストマッチなんだっけ、確か。これ厄介だね、今思ったけど。そうだ、ミカちゃんのね、化身ではなく今回ソウルを使っております。なんかその必殺技ノーマルシュートを多く使う選手にはソウルがいいらしいんで、オオカミとユニボルト使っております。では早速なんでね、せっかくつけてきたんでユニボルト使っていきましょうか、初めて使います。さあ、かっこいいね、このユニボルトも中古データから持ってきたものなんでね、初めて使います。お、なんだ、うわ、人工化身、懐かしいなんだっけ、 KP があんまないんだけど結構強いんだよね。これでは木の葉の、うーん、ディープジャンゴでいいかな、取れるでしょ、ナイス。まずここでボールをカットしていきましょう、ドーン。おー、クリティカル、やるね木の葉。まあやる気満々ということで、パス、まこちゃん回して、お、剣に来た。お、化身、相手オール発動してきてね、誰だろうねこれ。まあとりあえずではまこちゃんでロビンアームドしちゃおうか。ん、人工化身、これはディフェンスか。まあプラズマシャドウめんどくさいんだよね、みんな化身使いだから。ということでロビンアームドした理由はパスしてすぐ打つように。いや、これシュートシーン入る、これシュートシーン入んの、ちょっと待って、ちょっとずれてたよね今ね、嫌な予感しかしないが、まあ一発ガンマストライク打っていきましょう。
ではガンマストライク、このガンマストライクのレベル上げてくればよかったね今となれば。おっ1200点の結構強いよこれ。いや動けなみか、これさ初めてのフォーメーションだから結構戸惑いますね。これ取れるでしょ、ナイス。でこれドロタイム使ってちょっと真ん中寄せつつ、ナイスパス、これはチェイン入るでしょう。もう一発打っていきましょうガンマストライク。んオッケー、ではガンマストライク、これトータルは1200出てくれればいいんじゃない。あでこれ剣もドラゴンブラスター入るんじゃない。おーいいんじゃない、これドラゴンブラスター入れつつ、まこちゃんじゃないですね、ミカちゃんのねシュートチェーン入れられたらと。ではこれドラゴンブラスターかい、どんぐらいトータルバー伸びる。おー500伸びた、 OK。 ではミカちゃん行きましょうか。このミカちゃんにはシュートチェーン、チェインシューターというスキルを2つつけております。これがあることによってチェインのシュートをチェインした時の威力が上がるというねスキルでございます。ということでエボリューション5、威力300使っていきたいと思います。これはどんぐらい上がるかな、期待です。打っていきましょう。究極進化の秘伝書も使ったからね、エボリューション5チェイン5 4000アップ。はえ4000、これはたまげたよ、ナイス。はい惚れた。ミカちゃん何が言ってさ、キック強いじゃん、キックめっちゃ強いのにあの可愛さ、あれずるいよね本当に、惚れちゃいました私。これさまあね、化身の長打とかしたとかからしたらまあそんなもんって思うかもしれないけど、これの何がすごいってソウル使えば何発も撃てるところなんだよね。そうだからまあロング打ってロングがパスみたいな感じよ、ロングシュートがパスでミカちゃんでドン、わかる。すごいよね本当に、なんか配達屋さんで家まで届けてもらって家でレンチンするみたいな感じだよね。いやーこれはちょっと革命起きちゃうんじゃないってことで、大好き久しぶりに使っております、ゴッドハンド。なんだロング、まあダブル打っていこうか。んあラビットファイヤーか、 OK、 ゴッドハンドダブルで正解でしたね。でもこれシュートブロック挟めば、でも久しぶり、あこれ蹴り返せる、いやまこちゃんずらして、まこちゃんずらしてチェイン挟みたかったねこれ。 OK 蹴り返せました、いやーボンミスだね、久しぶりのカウンターシュートだね。さあトータルパワーどんくらい上がる、うおーほー、カウンターシュートって割とヤンキーだよね。何お前ら、お前ら何それ、何つ、あブリッジブリッジ、ブリッジブリッジか、オッケー、全然ダウンしてない、全然痛くも痒くもございませんブリッジブリッジごとき。さあお前はなんだ、お前もブリッジブリッジか、みんなブリッジブリッジだね、好きだねブリッジブリッジ、ブリッジブリッジがブリッジブリッジじゃなくてブリッジブリッジか、えん待ってシュートコマンド、んんなんだ、えなんかブロックされたね。てかあれだね、カウンターシュートしたボールはブロックになるんだね、これは俺初めて知りました。さあミカちゃん、ミカちゃんオソルストライク使うんじゃん、ドン、あいえあいえとあいえと、じゃあオッケー、属性相性も良かったね今技の。ではお馬さんに乗りましょう、なんかマジでベータが乗ってそうな馬だな合ってるね。さあグランドラスター、みんなの力を一つに、これさグランドラスター何回も、まあ2回かせいぜい使えて2回か使えるのいいけど威力が低いから怖いよね。ってことでグランドラスター、グランドラスター使ってロングシュートよもう本当に。でこの葉、あこわこわこわ、ではグランドラスター2発目、これが最後、いやこれミスりたくないよ。さあ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 頑張っていきましょう、一発勝負グランドラスター。本当にこのフォーメ使いにくい、どこに選手か、いや一回取ろう、いっあおもんないわマジでこのゲーム、ほんとに泣きそうかむもうやだよ、なんでもう、あ1差じゃんよもう、その1ぐらいもう止めれないじゃんそんな至近距離、はあほんとにお前らパーフェクトのカスなくせに、ほんとああもう、さあグランドラスター、いや今回こそは成功したいね、うん、さっきとフォーメーションは同じです。結局でもね形的には一番チェインちょっと大好き、危ねえ、チェインやりやすいんじゃねえかなと思って、これがち
ちょっとユニフォームが見にくいね。で、パス回して、OK。回して、剣。OK。ほら、発動。で、これで、まこちゃん。これでまこちゃんの化身を発動。まあ、アームドさせる。OK。ディフェンス。これ誰だ？ここどこの化身だ？フォーメーション的にはどこのポジションの選手だ？アームドさせる。で、ここでパス回せない。うわ、マジでちょっと頼むぜ、ほんと。オフサイドじゃん、もうか。もう打つから俺もう知りません。あ、ギリオフサイじゃない。え、待って、今後ろにいたよね、人。オフサイじゃないんじゃない、これ。あ、グランドラスター全員つなげたい。しかもクリティカル、完璧な流れ。あ、オッケー。うん、これオフサイじゃないよね、打ってから。これオフサイじゃないよね、流れ完璧だよ、これ来てるよ。で、ここでエボリューション5。1枚いくじゃない。よし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 、強い。どうだ、抑えてない。よしよし、これ決まったでしょ。いや、さすがに五血十字章でも止めれない。ナイス、決まった。かわいいし、完璧な流れだったな。まこちゃんのクリティカルからのミカちゃんのエボリューションね。もう、まこちゃんからのミカちゃん。だから、語呂いいよな。相性いいんじゃない？これ、狼非属性だもんね。だよね。で、ソウルストライクの威力、まあ、使う SP50 だから、これ、ソウルストライクでいいよね、多分。OK、打っていきます。ドン！ OK、しびれプラスレベル1。なんなら、シュートプラスの方が良かったけど、まあ、いいでしょう。トータルバーいくつ？キックは高いから、かなり、2000出んのか。なるほどね。なるほど、なるほど。まあやっぱチェーンシューターつけてるだけあって、チェーンシュートをした方が強いね。ああ、やるじゃんやるじゃん、お前。クリティカルはクリティカルで対抗ってやるじゃん。これはチェーン入ってるよね、これ入ってるよね。ではガンマストライク。てか相手のパーフェクトカスケードのさ、選手の距離感近すぎるんだよな。パス回しづらい。817いいんじゃない。これでマコちゃんじゃないですね、ミカちゃんのエボリューション打っていこう。さあ、なんかすごいな、すごいメンツだな。なんできなこなんだ。さあ、うわあ、強えな、やっぱ。でも、チェインの何がいいって、このさ、チェインシューターのメンバーをなんか3、4人入れればさ、ロングシュートどっから打っても多分チェイン入るんだよね。これは、あるね。多分、化身の超技よりワンチャン強くなるよね。オッケー。ゴール！この調子だ！かわいいな、うん。あれだな、やっぱチェイン、まあ、一発一発のさ、強さ、それは超技の方が、化身の超技の方が強いけど、やっぱ、汎用性っていうか、まあ、超技できるの、超技、化身の超技3枚持てる選手、限られてんじゃん、白龍といい、まあ、ザナークといいさ。でも、この化身シューターは、チェインシューター2枚積めば、まあ、こんぐらい出ますから、まあ、ミカちゃんのキックは500あるのは置いといて、まあ、基本2000か1000出るんじゃないか。これは、時代があるね。ということで、試合終了4対0。いや、初戦1-0だったけど、少し使い慣れるとこんな感じですよ、皆さん。これは強いね。お、悪魔の実さんが、ありがてえ。ってことで、 A ランクリアできて、宝箱そよやぎステップ、これいらなくね。そよやぎステップ嬉しい人いるの。ってことで、次はレジェンドレジスタンス。俺たちだって負けないで。レジェンドレジスタンス、え、これ楽しみなんだけど。ってことで、どうでしたでしょうか。これが稲妻11 GO ギャラクシーの壊し方でございます。いや、これは壊れるぞ。これチェインシューターで壊れるね、このゲームね。にしてもキック力えぐいな。うん。で、これエボリューションだけでなく、なんだっけ、火山雷かなんか、シュートのチェイン、非属性のチェイン技の一番強いやつ育てて、究極進化の秘伝書を使えばもっと強くなるんじゃないかなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。では次回、レジェンドレジスタンスと戦っていこうかなと思います。バイバイ。